3月14日正午から後楽園ホールで公開スパーリングが行われている。タイソンのボクシングを生で見るのは日本のファンにとってこの日が初めてである。2000円の前売り券は700枚、1時間で売り切れた。タイソンの到着は11時。ボクサーは孤独だ。試合当日の控え室ではマネージャーやトレーナーでさえもタイソンに近づくのが恐ろしくなるという。タイソンが歌っている。調子のいい証拠だ。ドイツ世界ヘビー級チャンピオンマイク・タイソン。3日間の秘密練習を経たマイク・タイソンがベールを脱ぐ。日本のファンの前でタイソンはヘビー級の凄さ、ボクシングの素晴らしさを見せてきた。パワーだけが支配していたヘビー級にモハメッド・アリがスピードを持ち込み、それにタイソンは攻撃性をプラスしたと言われている。5ラウンド目、タイソンが素晴らしい動きを見せた。コーナーに下がって素早いステップワークから強烈な右フック。仕上がりは万全だ。一方のタッブスもヘビ級らしいパワーを見せた。右ストレート連打にも威力がありそうだ。挑戦者も順調に仕上がっている。
the national territory, Jeff Flynn.3月17日最終記者会見。チャンピオンと挑戦者が顔を合わせるのはこの日が初めてである。緊張感の中視線が交差する。The undisputed WBC and WBA champion, heavyweight champion of the world, Mr. Mike Tyson.Mr. Charles, and no strategies. You're seeing a fight. 試合まであと4日。決戦ムードは高まった。今日、正午から計量が行われた。先に姿を見せた挑戦者は笑顔を見せた。チャンピオンは決して笑わない。スーパーチャンピオンシュガー・レイ・レナード、3階級を制覇したアレクシス・アルゲリオ、そしてファイティング・ハルドさんらスーパースターが顔を揃えた。先に計りに乗ったタッブス。まず挑戦者のトニー・タッブス選手からです。238ポンド1/4、108キロ。続きましてチャンピオンのマイク。続いてチャンピオン97キロ。216ポンド1/4、98キロ。ベストウェイト。ルールミーティングでは1ラウンドに何回ダウンしても戦う意思、体力がある限り試合はストップされないというフリーノックダウン制が確認された。